はい、皆さん、こんにちは。今日もイクシオンやっていきたいと思います。前回ですね、映画みたいなムービーがあって、月が壊れてるところで終わったと思います。そして、この自分がいるタイクーンですね、これが何かワープ失敗したみたいな感じで終わっていました。では、今日はその続きやっていきましょう。あ、そして、一番最初に新たなミッションということで、タイクーンの修理というのが来ましたね。そしてもう一個クルーの食料事情というのが来ました。さあ、まずはこちらでイベントの方がありますので見ていこう。クルーたちから地球の現状について多数の質問が届いていますと。ムンチプロトコルに基づくと、この質問に回答しない場合は生産性が 22% 低下することが予想されますと。管理者として地球の現状について調査を行うことを推奨しますということで、まあ約束しましょう。次にですね、もう一個の方が月の崩壊。あ、やっぱ月崩壊したんだ。月の崩壊ということについて、タイクーン内部では様々な憶測と噂が広がっていますと。管理者として公式な声明を発表することを推奨しますということで、ドロスの敵の仕業だ。我々の責任だ。人類の運命だということで、まあどれでもない気もするけど、まあ人類の運命だでいいのかな。えい。さあ、これで信頼ペナルティがマイナス 5% されてしまいました。では一旦ちょっと止めて現状を確認しよう。まず食料は作られてますね。あ、でもマイナス 1.6 だ。で、家がないのは2つ今作ってる最中なので大丈夫だと思います。鉄の方も集めていかないといけないので、道路の方を作って鉄の方の回収を急ぎましょう。で、なんだ、食料が足りてませんので、とりあえず昆虫農場をもっと増やすか。さあ、これでこのタイクーン内はいい状態ですかね。次に地球の状態ですね。地球のイベントということで、地球のデータのまとめと、地球からの信号はありませんと。タイクーンが最後に軌道に乗った時以来、海は蒸発して地表の温度は著しく上昇しているようですと。大気を測定した結果、強い砂嵐が発生し、二酸化炭素と放射能、マイクロプラスチックが危険なレベルまで上昇しています。かつての青い惑星という呼称はもうふさわしくないでしょうということで、これに探索機を送りましょうということかな。探索機を送っていきます。こちらの方は、あ、鉄を回収しないといけないんだね。道路をとりあえずここつなげていけるようにしましょうか。あと食料か。食料が早く届くようにしましょうか。ここに引っ張っていけば、こちらのやつが回り込まなくてもいいようになると思います。さあ、地球に着いたよということですね。で、なんだろう、あ、なるほど、ドロス本部を調査する、自宅を調査する、生存者を探し出すということで、まずはドロス本部から行きましょうか。さあ、これを探索してもらうのと同時にですね、いろいろな資源を回収していったり、食料の方を作っていきましょう。さあ、地球の方の探索が終わりそうですね。まだまだか、これやっちゃダメなんですね。はい、終わりましたね。さあ、前の地球、地球の情報のまとめと、ドロス最新鋭の本社として使っていた石油採掘所施設はもう存在しません。にまみれてひび割れた土の上に、わずかな金属片が散乱しているだけです。生存者の痕跡はありませんということで、研究ポイント45と金属を225ゲットしましたよと。では次、自宅の方を調査していきましょう。で、これで現在今ですね、資源があるので、これ確か、あ、そうですね。貨物船の方で、まず金属の方を回収しましょうか。あ、来ましたね。貨物船の方が移動してるということなので、これは回収していきましょう。さあ、どうかな。タイクーンの中では、まあ、この金属は今取り終わったので、もう一
構昆虫農場を建てないといけませんよね。マイナスまだ 1.4 と。いうことで、もう一個建てておきましょう。さあ、そして、対空の修理ということで、あ、そうか、修理しとかないといけないのか。これなんか、エヴァエアロック、なんだろう、エンジンとか作った時に、これを解除しないといけなかったので、修理してませんでしたね。あ、まだいいのかな？まだしなくていいのかもしれない。探索機発射場を建設する。こちらは、前回ですね、勝手に研究しておきましたので、作れますね。これが探索機発射場。あ、でか。超でかい上に、外壁とのつながりしか建てれないのか。どうしよう。とりあえず、ここに建てておきましょうか。で、道路を作らないとダメか。ここに作って通しておきましょうか。こんな感じにすればいいでしょう。さあ、まずこの金属とか持って行ってもらわないとどうしようもないですね。あとは、ここの道路がいらないんではないかと思いますので、ここの道路消していきましょう。さあ、どうかな？イベントの方は、地球の方はあと 0.1 か。もうちょっとですね。しまった。間違えた。0.1。はい、できましたね。地球調査のレポート。かつて管理者の故郷があった場所には、そこが見えない巨大なクレバスだけが残されていて、文明の痕跡は残されていなかったということですね。あ、これなんかチップみたいなやつがもらえたぞ。これなんだろう？電子装置か。電子装置がもらえました。そして生存者を探し出すという3番目の選択肢も行きましょう。さあ、これは3日かかりますので、その間内部の方しっかりとやっていきます。タスクの方は終わったみたいですので、見ていきましょう。テスラのチームからの通信ということで、長い探索をしたもののガラクタしか見つかりませんでしたと。生物の痕跡は全くなく、死体すらありませんと。月の崩壊は熱、工業文明の終焉を促進する一連の出来事を引き起こしたようですと。地球は有毒で乾燥した荒れ地となり、火星よりも人を寄せつけない厳しい風が吹きつけるようになっていますと。見つけることができた唯一の文明の残骸は、かつてワシントン市があった場所に残された石碑ですと。奇跡的にも風を避けることができた隙間にあったのでしょう。その表面には金で、神の許しを請う祈りが刻まれていましたと。いうことで、こちらの方終わりましたね。地球を探索するイベント終わりました。さあ、アイテムの方、アイテムというか素材の方がまだ残っていますし、研究ポイントの方が回収していませんので、こちら回収しておきましょう。さあ、こちら船内の方では、あ、イベントが2つ出てますね。イベント2つ出てますが、まずはこの発着場の方、発射場の方を作りたいですね。食料品の方は、あ、プラス 0.2、OK。増えてきました。では、イベント見ていきましょう。調査チームによる地球滅亡のレポートはクルーの間で士気低下につながっていますと。大切な人を失った悲しみによる集合的トラウマ症状について、地球病と命名しましたと。ということで、安定性のペナルティが永続で、あ、属ではね、永久にマイナス1ですね。もう一個の方も見ていこう。管理人、人類を保護するには生存者を見つけてステーションの人口を増加させる必要がありますと。従来の繁殖方法を行っている余裕はありません。タイクーンのクルーに新しいメンバーが加われば士気も高まるでしょう。ドロスが開発した低温保存は太陽系を出る前から行われており、生存者の入った冷温ポットが発見される可能性は高いです。ということで、冷温ポットを500回収するとなっていますね。これでとりあえずは、タスクの方がかなり3つも出てますね。今、研究ポイントの方とか集めていますので、とりあえず全部取り終わるまで時間がかかりそうです。さあ、今現在ですね、こちらの方を作っていますが、
電力の方が4しかないことに気づきました。ソーラーパネルがあったと思いますので、これどっちがいいんだろう。ソーラーパネルのセット1と2があるんですけど、どっち作っていった方がいいんだろう。え、これどっちか1個しか作れないのかな。とりあえずソーラーパネルの小の2にした方がいいかな。いやー、これどっちか分かりませんが、とりあえず1個作ってみましょうか。電力が増えればさらに問題ない。これ両方作れるのかな。さあ、ソーラーパネルが完成しましたね。44増えたということで。あ、やっぱり1と2両方作れる感じなんですね。これでまあいいか。電力44復活したので問題はない感じですね。さあ、資源の方も鉄がめちゃくちゃ運ばれてきています。貨物船がしっかりと運んできてくれてますね。このゲームなぜか分かりませんが、一旦倉庫に入れないとその資源使えませんので、しっかり倉庫の方に入れていきましょう。さあ、イベントの方は特に何も進んでない。知識の方もあと26で回収できますので、回収でき次第ですね、ウルシャナビの方にも探索飛ばしてみましょう。さあ、知識の方の回収が終わりましたね。では、ウルシャナビの方に飛ばしていきましょう。ちなみに地球は、あと鉄が53と、あとなんだこれは、電子装置が9、そしてポリマーが149残ってる状態ですね。ということは、あれか。電子部品を、入れる場所も作っとかないとダメってことですよね。ということで、保管庫を1個作っておきましょう。そして発射場の方ですね。こちら、鉄の方が入れ終わりましたので、現在作成中です。あ、だいぶ、あ、外にもう出てきていますね。だいぶ出来上がってきました。さあ、もうちょっとでこちらの方は完成しますので、ちょっと時間を早めて見てみると。さあ、これで完成ですね。発射機の方が完成して、タスクの方が進みます。探査機発射場での探査機を作る。あ、これか。探査機を作る。3で作れるみたいですね。ポリマー3。そして自動作成っていうのもあるから、これにしてみましょうか。複数作れるのかな？ポリマーの方が32あるので大丈夫でしょう。そしてウルシャナビの方に探索機つきました。ウルシャナビ調査レポート。ウルシャナビ内にドロスに手を貸す者は人類の敵であるという文字列が記されていますと。また船体にミイラ化した死体が付着していますということで、残された材料は集めましょう。やっぱりなんか死んでいった人は全部これドロスのせいだっていう感じになってるんでしょうね。まあ、確かにドロスのこの実験によっていろいろな事故が起きましたからね。さあ、ということで発射機の方今製作していますので、少し待ちましょう。食べ物の方は大丈夫ですね。さあ、ウルシャナビの方に着きましたので見ていきましょう。テスラチームからの通信と、ウルシャナビ内の食料抽出準備はできていますが、賞味期限だけが心配ですね。ということで、あ、ちょっと危ないかもしれないのか。これはちょっと優先度別に高くなくていいんだけどな。こっちの電子装置とポリマーの方を優先的に集めてほしい。テスラは問題ないので、こちらは戻っていきましょう。あ、タスクも更新されてますね。ウルシャナビから食料を回収するということが、増えています。これ42個あるので42個取ってきてくださいよと。あ、それと、タイクーンの修理ということで、鉄の子がある小惑星を探す。あ、これか。探査機が完成したんですね。さあ、これが探査機の発射画面みたいですが、探査機スキャナー。資源量推定と、ああ、なるほど。どこに飛ばすかによって資源が違うのか。研究ポイントがあったり、氷ですよね、これ確か。があったり、水素、シリコンがある場所があるよと。で、今回は鉄ですね。拠点の近くからちょっと見ていくか。あ、ここにちょっ
と強い反応でも C だな。カーボンかなんかか。あ、ここすごい。ここがすごい反応を示してますね。よし、ここに打ち込みましょう。あ、探査機出てきましたね。探査機が出てきて、これがどうなるんだ？この円形に入ると調査をしだすのかな？さあ、こちらもちょっと見ていきましょうか。着実にこの中に入ってきている。さあ、入りましたね。よし。あ、中心まで行かないとダメなのか。中心まで行く。おお、消えた。そして、これが見つかった。鉄が496かな？あるのが見つかりましたよということで、次のタスクですね。ドッキングベイで採掘船を、建造するか。ということで、ドッキングベイで探索機。これですね。採掘機を作ると。いうことで、これはポリマーが20必要ということですので、待ちましょう。あ、そして1個使うと使い捨てなのか。使い捨てっぽいので、もう1機作られ始めましたね。さあ、もうすぐですね、採掘機の方が完成します。よし、採掘機完成した。艦隊から、あ、なるほど。これどこに飛ばすかじゃなくて、何を取ってくるかですね。なので、鉄を取ると。ああ、そして、タスクの方が進みました。鉄を496ユニット採掘するということ。ああ、マジか。めちゃくちゃ取らないといけないんだな。これを全部とりあえず取りなさいよと言っていますので、これ取っていきましょう。ウルシャナビからの食料は今運んでる最中で問題ない。クルーの食料も795人分いった。ということで、あとは製鉄所ですね。製鉄所を、どこだ？製鉄所、これか。製鉄所を研究していきましょう。よし、OK。さあ、現在、製鉄所の方を探索、研究し始めましたので、しばらくこちらも待ちたいと思います。さあ、建設をしていかないといけません。製鉄所の方の研究が終わりましたので、工場かな？これですね。製鉄所を作っていきましょう。わ、でけえな。やばい、これでかい。鉄のところが邪魔で作れませんね。困ったな。鉄を、これ片付けないといけないんですけど、こちらの方を片付ける余裕がない。ということで、ちょっとあれだな。倉庫の方を作っていきましょうか。倉庫の方を作る。こちらに鉄をちょっと入れてもらいましょう。それでもこれ回収しきれないな。こっちのドッキングベイの方に200近くありますからね。いやーマジか。場所がないので少し開けていきたいと思います。やはりですね、こちらの方のドッキングベイの鉄が最優先されてますので、もう一個一応ですね、倉庫の方を作ってみました。これで、この44よりもこの30を先に回収してほしいな。さあ、こちらの30を先に回収してもらって、ここに製鉄所の方を建設しましょう。さあ、これで、あとはこれが消えれば、建てれるはずですね。ああ、ようやくですね。開いた。よし、これで OK。どっちだ？矢印は。これですね。ここに建てれますので、ここにドンと建てましょう。鉄が、ね、50。そして、なんだ、CPU か。で、製造、これですね。電子装置が2つ必要ですので、これはあるので問題ないでしょう。あ、そうだ。あと、これは、鉄外したらどうなるんだろう。鉄外したら、溢れるのかな。よく考えたら、これ、多分、この、拾ってきた FE ですね。ああ、なんか、補給船の方に移ってる。ああ、補給船でこれ、取りに行かないと、あ、貨物船で取りに行かないといけないんですね。あ、そういうことなのか。地球の方が今、なくなりましたので、いろいろ大変だな。探査機の方で FE、これを取ってもらわないといけないんですね。
あ、調査機、あ、これ貨物船がこの採掘機のところまで行って受け取るということみたいです。さあ、これで今、製鉄所の方が完成しますが、鉄を入れる場所がないな。おそらくこの鉄を入れないとできないんじゃないのかなと思っています。あ、そしてイベントが発生しています。セクター1の構造的、荷重が、耐荷重がほぼ限界ですと。将来的なインフラ拡張のために新たなセクターを開放しましょう。本来はプロキシマケンタウリへ到着次第新たなセクターが開放される予定でしたが、大気君の目的が変更されたことによって、資源さえあればセクターを開放することができるようになりましたということで、よし、新しいセクターを開放しよう。これはどうするんだ？セクターの拡張、セクター1のゲートウェイを開放する。あ、こういうやつかな？これですかね。セクター2、活動停止。ああ、いけたいけた。ロックを上書き、これか。さあ、材料の方は全部ありますので、大丈夫そうかな。で、これどうなんだろう。あとこっちは35、50ぐらいか。もうちょっと運んでもらいたいな。80ですので、ここを鉄入れ場にしよう。鉄の入れ場にしていきましょうか。1個しかダメですよね。なので、これが、鉄が吐き出されれば、問題なく鉄が入ると。よし。あ、そして製鉄所ができましたね。FE の鉄があれば、鉄、なんだ、アーロイ鋼が生産されるということですね。現在ここに22ありますので、いいでしょう。さあ、これでセクター作ってるのと同時にメッセージ受信が来ましたが、今日のところはこれぐらいで終わって、また次回この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。